番の話なんですが、 お手洗いのあれ、薄い手袋とかしてやっちゃいけないでしょうか。ありがとうをたくさん言うと、現象がどんどん変わっていって、いろんなことが起きますよっていうのを何千人かの方にお話をしてきました。その中に何人かこういう質問をされた方がいます。サンキューと言ったらどうなりますか、メルシーと言ったらどうなりますかって聞いた人がいます。で、私の説明の中にサンキューもメルシーも一言も言っていません。ありがとうと言ったらこういう現象が起きましたという話をしています。聖書の言葉の中に非常に重要な一句があるんですが、汝の神を試してはならぬという言葉があります。で、これは精神世界の勉強をたくさんたくさん研究してくると本当にすごい言葉であることに気がつくんですが、何かある人からこういう話を聞かされて、ある提案をされた、自分の中に感じるものがあった時に、やってみるかやってみないかだけですね、こうしたらどうするのかっていう考えをやめた方がいいと思います。それは私は知らないとしか答えようがないんですが、その知らないことを聞くよりもやるかやらないか、実際に私は実話として起きたことだけしか話してません。ですからこれをやったらこうなりましたよということはお話をした、でもそれが違う状態でこうなったらどうなるんですかっていう話は、私の答えは分かりません、分かりませんけれども、そういう考え方をなるべくしない方がいいみたいだ。実は日本の芸道の中に問答無用っていうのがあるんですが、こういうふうに茶筅をカシャカシャカシャあれして、お茶碗をこういうふうに持ちなさい、なぜこういうふうに持たなくちゃいけないんですか、こういうふうに逆さに持っちゃいけないんですか、右手と左手は逆ではいけないんですか、そういうことを問いかけてはならないっていうんですね。日本の芸道は問答無用、とにかくやりなさい。で、それが自分の中で道が極められたら、初めてそこから自分で疑問を持って自分のやり方をしてもいいけど、とにかく先人たちが結果結論としてこういうふうにやるとどうも姿形が美しいみたいだよっていう話をずっと伝えてきたんだったら、とりあえずそれを取り入れてやってみるというのが一番いい考え方だと思います。だから今の質問は別にくだらない質問だとは全然思わないんですが、すごくいい質問をしてくださった皆さん、今の質問者だけではなくて多分同じようなことを考えている人は結構いると思いますが、手袋でやったらどうなるかというのは私はやってないのでそれには答えられない。で、素手でバシャッと入れたらこれは変わるものがありましたという話です。で、まず素手からやってみてください。はい、他いかがでしょうか。じゃあその仕事、この講演を最初から拝聴してですね、どうしても最初から胸の使いがちょっとまだ取れないところがあるんですが、縁起の話をした時には全ては自分では決められない、 100% 決められないという話ですね。それと全て自分で決めたプログラムをしているという、この話の折り合いが今一歩自分の中でつかないんですけれども、一つさらに何か説明いただければ、はい、それもいい質問だと思います。簡単に答えますと、生まれる前に 100% 決めてきた、完全な自由意志で自分の人生を決めてきた、それで今日ここで感謝をする心に切り替えるか切り替えないかは自由なんですけど、その切り替えることも全部決まっている。わかりますか。その結果として神仏精霊たちが助けてくれる助けてくれないということも全部決まっているみたいだということなんです。こういう例を言ったらわかりますかね。さっきのがんの、 その民間療法の話をしたと思うんですが、西洋医学で3ヶ月の命と言われた、でそれを民間療法をやったら5年10年20年生き長らえることができた、じゃあそれをやらなかったら死んじゃったんじゃないか、じゃあ変わったんじゃないかっていうのは、実は変わったのではなくて、それを受け入れてその民間療法をやることがプログラムに入っていたんです。
でもそれをやらなかったら3ヶ月で死んじゃったかもしれない。つまりそこのところで一つずつ一つずつ自分の解釈、自分の考え方をちょっとずつ変えていくことの積み重ねが未来を作っているのであって、今のまんまいったらどうなるかっていうのは無意味なんですよね。わかりますかね。今のまんま行くぞって決めてる人はいいんですよ別に。だけど今のまんま行ったらこうなるけど変わったらこうなるんだよねっていうのはどっちも考える必要がないんです。西洋医学であと3ヶ月の命、民間療法の方がそのこういうのをやったら助かるよ、でもそれは嫌だって言って民間療法を拒絶したら西洋医学の状態で3ヶ月で死んじゃったかもしれない。でもその人はその死んじゃったかもしれない肉体とその過程を拒否をして民間療法を取り入れたら生きながらえたっていうのは、道はその西洋医学的な道とその民間療法的な道があるように見えますよね。でもその民間療法を取り入れる方になっているんです。だから今日この話を聞いて縁起、神や仏や全て一言もの、そういうものに感謝をするように切り替えようってもし今日決めた人がいらっしゃるとすると、それを決めて精霊たちの助けを借りるようになるのもプログラム通りなんです。わかりますか。難しいですか。だから未来が確定的に決まっているというのは自分の選択の連続として未来が決まっているのであって、自分が何も選択してない状態で未来が決まっているということはないんです。わかりますかね。こういう話をしたらわかるかな。10メートル先に暗い廊下があります。電気がついてない。で今歩いてる廊下は電気がついてる。その10メートル先に暗い廊下の始まりにスイッチがある。そのスイッチを押せば向こうも電気がついてその廊下が明るく歩くことができる。でも今はこの廊下は暗いんです。電気ついてない。でも私が歩いていったら必ずその廊下を歩きたいから必ずスイッチを入れるということがプログラムの中に入っている。だけども今写真を撮ろうとしたらこの廊下は暗い廊下しか映らない。でも未来は私が歩いてく廊下は必ず電気がついてる廊下だから暗い廊下ではないんですね。でも今写真を撮ろうとしたら明るい廊下ではなくて暗い廊下なんですよね。わかりますかね。だから未来というものはそういうふうになってるらしい。未来として今から形があるんではなくて、その今のずっと積み重ねの結果として未来がある。それがどうもCD の中に決まってるらしい。だから今右へ行ってもいいし左へ行ってもいい、どっちを選んでもいい、その選ぶこと自体がもうプログラムなんだということなんです。わかりましたでしょうか。はい、この辺の話だけでも 4,5 時間は必要だからね。でも今のところが分かったら完全な自由と完全な不自由とが両方 100% ずつあるんだということに気がつきます。生まれる前に 100% 自分で書いた。で今私たちが選択していることは完全に決まった通りに生きてるらしい。でもですよ、決まった通り生きてるというのがどうも誤解を受けてしまうんだけど、それは私が今当面目の前に出会う現象について右を選ぶか左を選ぶかということは全部この人の自由意志に委ねられているけれども、その自由意志の結果として選んだことが全部プログラム通りなんですよってことで。よろしいでしょうか。今日お帰りになられてから徹夜で考えたり他いかがでしょうか。一番早かったのはこちらの青いところからです。それいきます。先ほど、不老不死の話と、それから、背景は貧民がお金持ちになるお話をいただいたんですが、もう一つ残っているのが、お金持ちはお金持ちでいられるというところ、ちょっと聞いてないもんです。その辺について教えてください。はい、それは説明の時にちょっとしたと思うんですが、3つのテーマについて、1つは、不老不死の薬、方法、食べ物があるかというやつですね。それから貧乏人が必ず金持ちになる方程式あるか、
金持ちがずっと金持ちでいられ続ける方程式あるか、この答えは2と3は前半生がどうであったかに関係なく今金持ちである人はこうだったというのが結論です。それをさっき説明したんです。はい、だから同じなんです。貧乏であっても前から金持ちであっても同じ、今金持ちである人は全部同じトイレの蓋が閉まっていたということなんですね。どっちも同じだった。で、言われてみれば別に人生の前半生が貧乏であろうが前半生が金持ちであろうが関係ないんですね。今金持ちである人は必ず蓋が閉まっていたということなんですから、そこだけ分かってしまえばそうかそうか、前半戦がどうであってもいいですね。はい、どうですか。もうあと2方ぐらいですが、どうぞ。じゃあ、そちらの2方ということで。いつもいいお話ありがとうございます。いい、ちょっと確認的な疑問なんですけれども、今いろんな巷で殺人事件とかありますよね。榊原生徒とか、ああいうことはもうみんなそれは生前にプログラムされて、ああいうことをやって学びとしてやっているっていうことですか。はい、今の質問の中にあれが悪いことだっていう概念がありますよね。で、良い悪いというのは宇宙にはないみたいです。概念が良いこと悪いこと、成功失敗、勝ち負けというようなことはどうもないみたいですね。というと、私なりの結論では、悪い人、凶悪犯とかそういうことはないんですね。はい、ちょっとこれも話が本当に 2,3 時間喋んなくちゃいけないんですけれども、分かる人だけ分かってくださればいいんですけど、だいたい今日集まってる方は 96,000 回の生まれ変わりのプラスマイナス 2,000 ぐらいの誤差の中にいるんですね。 94,000 回から 98,000 回ぐらいの人です。あと何千回かで10万回に至ったところで人間として生まれなくなって神に生まれ変わります。守護霊ですね。一番最初は人間につく守護霊に生まれ変わります。肉体を持たない状態になります。それがだんだんと菩薩界に上がり、如来界に上がり、神界にという変遷をどうも繰り返すみたいですね。で、皆さんは縁があって今日ここにお集まりになった。で、お釈迦様がね、その川の砂をこういうふうに左手ですくって、これが世の中に生きている衆生人々であると言った。それを親指と人差し指のこう指先でつまんで、この指の間にある砂が正しい生き方を模索している人たちであると言った。で、それを裏返して、で、ここにパラパラパラっと乗せて、乗ったそのいくつかの砂粒を指さして、これが正しい教えに出会える、答えに出会える人であると言ったです。で、その爪の上に今日皆さん乗っかってるんですよ。乗っかる人だったんですね。9万6000回ぐらいの生まれ変わりの数だから、この爪の上に乗ることができた。答え、色即是空の本当の意味に出会うことが今日できたんですね。で、それは9万6000回プラスマイナス2000というレベルだからなんですけど、実は3000回とか4000回の人間になりたての頃に、私たちは全員殺人者であった、物取りであった、強盗であった、詐欺師であった、自分が食べるために人を蹴落として崖の下に突き落として、その人の持ってるパンを奪ったことは何十度とある。私たちは人の犯罪を裁く権利はどこにもないんですね。私たちも前世ではそうだったんです。たまたま生まれ変わりの回数がここまで来たから、私は今しないと思ってるだけであって、実は全員通り過ぎてきた。いけない人、いけないことなんていうのはどこにもない。私たちは今通り過ぎたから人を糾弾できるような錯覚に陥っているけれども、実は違います。同じことをやってきている。ただ学ぶためにみんなそれをやってきている。今日話した話というのは、社会現象にこういう人がいるじゃないか、こんな嫌な現象があるじゃないかと言いなさいと言ってるんではなくて、私がどう実践をしながら生きるかということだけなんですね。だから阪神大震災が、こんなに嫌なこと、こんなひどいことがあるじゃないですかって、5500人も死んだじゃないですか、これは不幸でも悲劇でもないんですかって言ってきた人が何人もいます。何人もって 5,6 人なんですけど、その 5,6 人の方に私は同じことを全部問いかけました。
分かりました、ではあなたはその阪神大震災に対していくらかの寄付でもしましたかと聞きました。この5、6人の方は誰一人として答えた人はいません。不幸であるか悲劇であるかひどいことであるかっていうのを指で指して決めて論評して評価をすることには何にも意味がないんですね。その現象を見て私が何をするかだけなんです。それを神は私の問題として問いかけている、それだけです。この現象が宇宙的に正しいのか正しくないのかということを言ってるのではない。どんなことがあってもそれに対して私がどう考えるかなんです。空き缶を捨てる人がいる、そうしたら私は空き缶を捨てない人間になろう。タバコを捨てる人がいる、私はタバコを捨てない人間になろう。そう決意をするために神は目の前にその現象を見せているんだ。だからその神戸の事件があって、こんなひどい事件があるじゃないかって、ひどいかどうかは置いておく、とりあえず自分が人を殺したくなるようなことがあっても絶対にしないぞって決意をすることが宇宙や神から私たち一人一人が問われていることなんだ。これが良いか悪いか人差し指で指し示すことではないんですね、はい、よろしいでしょうか、もう一方はそちらの、申し訳ございません。これちょっと一つ聞かないと帰れないような気がしまして、それでご質問します。この間ね、タマレンタルさんの方でちょっとご案内いただいて、その中に聖火さんの話が書いてあったんです。それである方が自殺しようとしてね、でその方が聖火さんにお電話して、そしたらなんか聖火さんがコロッケを100個あげてくださいって、そういうお話に書いて、その続きがどうしても聞きたくて22世紀の伝言という本の中に書いてあるんですが、たまたまね、偶然というのは世の中にないんですが、北海道の新じゃがが我が家に届いてたんですよ、段ボール1個で。そのうちの嫁さん、私に電話があったんではなくて、私の嫁さんの友人なんです。障害児を持ってる親同士の仲間なんですけれども、その奥さんが夫からひどいことを言われた、その障害児の関係で、で絶対に言ってはいけない一言っていうのがあって、本当にその一言を浴びると死にたくなるような一言っていうのが障害児の親にはあるんですね。でその夫婦間で絶対に言ってはいけない一言をその夫が言ったらしい。それでもうすごく反響欄になって、もう私死んじゃうって言って、うちの嫁さんに電話をしてきたのが午前2時だった。でなんか向こうですごく取り乱しているから、私これから行ってくるって、車で2分ぐらい2、3分のとこの方なんですけど、でその時に私がそれ、まあ午前2時って言って私起きてますから、それで嫁さんに頑張るのよって言って帰ってくるのはやめなさいね。でうちにしょっちゅう来てる奥さんですから、その方は私もよく知ってるので、神戸の夫がこのコロッケを30個ぐらいも、コロッケじゃない、このジャガイモを30個ぐらい持って行って、小林家の夫がコロッケを作ってくれって言ってる、だからコロッケを作ってくれっていうふうに言ったんです。ただうちの嫁さん30分ぐらい抵抗しまして、こんなひどい時にコロッケを作るなんていう話は何事だと、ね、もっと落ち着いて穏やかになった時に頼めばいいじゃないっていうから、事情を説明してる余裕はないんだと、とにかく今ここでジャガイモを持って行ってコロッケを作ってくれと夫が言ってると言いなさいと、で早く行けと、論争してる余裕はないと、でそういうふうに言って持ってかせたんだ。そしたらその人は、小林家の夫がそのようにコロッケを作ってくれと言ってると、じゃがいも30個も持ってきたもんだから、朝6時までかかってずっとすりおろして200個のコロッケを作って、で100個を小林家に翌朝届けたんですよ。一睡もしなかったそうです。で半年ぐらい経った時に、あの一言がありがたかったって言いました。頑張るのよ、死んじゃダメよって言って帰ってきたんじゃ、この人死んじゃうんですよね。そんな励ましの言葉は無意味なんです。励まさなくていいから、用事を作ること死にたいっていう人は自分の中に完全なものを求めているから、身の回りをきれいにしたり、借金を返したり、借りてる本をきちんと返したりしますね、部屋を掃除したりしますね。その時にこの問題が片付かないと死ぬことができないという条件を一つ提案してあげる。優しさっていうのは多分そういうことなんですよ。頑張るのよ、戦うのよ、そんなことでめげちゃダメよって言って、うちの嫁さんが帰ってきたら、
突き放されただけなんです。頑張りなさい、じゃあさようならなんですよね。そんなんじゃこの人の全然励ましにはならない。励まさなくていい用事を作る。死にたいという人がいたら死んでもいいけど、死ぬ前にちゃんとこれだけやって、そうするとこの人死なないんですね。忙しいから。忙しいというのは心がなくなるって書くでしょ。これ心っていう字を縦にするから立身弁って言うんですけどね、心を縦にすると立身弁、心がなくなる。だから忙しくしてあげることが実はつまらないことをあじゃこじゃ考える必要のない状態にしてあげる。お通夜があって、葬式があって、初七日があってって、なんでこんなに忙しいの。忘れさせるために葬式や通夜があるんですよ。ものすごく忙しいという、そのわーという雑踏の中で1週間経った時に初めて、あ、自分の夫が死んだ、自分の妻が死んだということが初めて自覚されるので、とにかく死んだ瞬間から通夜が始まって、葬式が始まって、ありとあらゆる人に電話をして、ほっと一息つく、その間もないほどに今度は初七日があるわけで、法事をやるわけです。それも連絡しなくちゃいけないわけですよね。それからお骨をどうするかって、そういう一連の儀式が実は人間の知恵として脈々と受け継がれてきた。それは人間というものに対する限りない優しさの積み重ねなんですよね。それが通夜や葬式や初七日なんですね。だから辛い思いをしてもう生きてるのが嫌だっていう人がいたら、とりあえず死んじゃダメっていうんじゃなくて、死んでもしょうがないけど、死にたいんだったら死んでもいいけど、その前にこれやって、コロッケ100個届いた。さらにあの状況を見た、聞いたんですよ。元気そうだった、元気そうだった、あ、じゃあいいや。もしそれでも元気がなかったら、さらに100個作ってくれって私言ったと思います。見ず知らずの人でもいいからセーター編んでくれね。それかカーテンがボロボロなので、ちょっと新しいカーテンを、うちは5軒分あるんだけども、1軒っていうのは 1.8 メートルですね、5軒分あるんだけど、いいレースをちょっと、あなたの感覚で、あなたの感覚なかなか素晴らしいから、ちょっと探して回ってくれないか。で3日後経ってレースのカーテンを持ってきたとすると、こんなの全然ダメです、全く趣味に合いません、もっとちゃんとしたのを探してくださいな、あなたの才能だったら絶対にもっとちゃんとした美しいのは探せるはずだからってテーマを与えてあげると、この人は死ぬ前に何としてでもこれをこなそうと思いますね。でそれをやり続けてるうちに、ついに死ぬことを忘れます。頼まれた時にやってあげる、それをありがとう嬉しいって言われたその時の笑顔を見て、あ、私は一人で生きてるんじゃないっていうことに気がつきます。それを喜んでくれる人がいる、その笑顔を見せてくれる人がいるということに気がついたら、この人は生きていけます。反響欄になっている時はそれをすっかり忘れています。だから頼んでやってもらったら、心からありがとうと言って笑顔を見せることです。わかりましたか、それって。はい。